ですね、11月中頃、中旬ぐらいですかね、なりましたらね、ここのサンルームの方ですけども、全部、熱帯植物ね、入れるんですよ。そのためにちょっとね、下準備をしてるんですよ。机こう広げたりとかね、からミニ温室を中にこう入れて、また加温したりとかね、そうするんですよ。でね、猫がね、ここね、入ってきてるんですよ、これね、猫ね。なあ、もうな、ここ。あったかいとこよく知ってんな、君。なあ。にゃ。ん？ここぬくい？なあ。ここ一番ぬくんちゃう？なあ。なあ。入れてていいよ。入れていいよ。なあ。まあ、猫はね、よくあったかいとこよく知ってますからね。はい。まあ、ここにマンゴーとかね、そういうのをこう置くことになると思うんですけど。温室猫でございます。温室猫。笑っちゃうわ。今日はね、これ、母親の朝食です。牛乳切らしましてね、これジュースなんですよ。はい。で、これ前からね、収穫してますフェジアね。これをね、こういうふうにこう、食べやすく切っといたら、食べてくれるんですよ。美味しい美味しいって言って、結構気に入ってまして。はい。まあ、あとは、まあ、いつもね、あるようなものばかりで。器とその辺はね、また同じもの出てるわって言って、皆さん笑えるか分かりませんけど、まあ高齢な母親ですんでね、できるだけまあ美味しいもの食べさせて元気にしてもらったら、あとは息子ではそう思ってるんですけどね、はい、なかなかね、もう口が達者でね、うるさいんですよ、うちの母親、まあ、それがね、あれでね、でも好きなものは食べるけど、いらないものを残す、もうそれはもう年取りのわがままの典型ですわ、はい。はい、皆さん、こんにちは。X よしです。いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。はい、いよいよね、11月入ってきましたね。もう、これからね、どんどん、落葉樹は葉っぱ落としてきまして、例えば、まあ、イチジクとか、その桃もね、落ちるんかな。はい。まあ、椿とかその辺は残りますけども、梅の木なんかもね、剪定前やったんですけどね、まだまだ足りないかなっていう感じでね、これからまたそういう作業があります。また、ブドウの方の苗のね、移動もありますし、やることがいっぱいあるんですよ。はい。で、そうそう、はい。で、本題ですけども、この前、このダルマティですね。イチジクね。まあ、本当にいろいろな話題を供給してくれはります。イチジクのダルマティでございますけども、これね。はい。滝井さんの方に電話をしてお聞きしました。その様子一部は、まあ、お聞きし、横でね、本当に話してることもしますけども、大体がまあね、長いんで、要約して、お知らせしたいと思います。でですね、まず確認したことは、去年、この市長様からね、情報をいただきましたんで、それについてはどうなのかって、プレコッセダルマティが流通してて、本来の本当のダルマティは流通してなかった点はどうなんですかって聞いたら、それはまあ、素直にね、お認めになりました。で、二つ目に、滝井さんの方のレベルで、のサイドですね、そのプレコッセダルマティが、ダルマティと別物だかどうっていう、そういうご認識は、っていうかね、生意気な言い方ですけども、していただいたんでしょうかって言ったら、その別種類というのは認識しておりますと、ということですっていうことだったんですね。はい。で、まあ、生産、苗木さんの方ね、その一部混じってたどうのこうの、事故がなんでだこんでだっていうのもね、まあ、それはいろいろ事情がありだと思うし、人のやることだか間違いもあるか分からないし、そこをね、やっぱりほじくり出してね、つくようなことを私したくないし、クレーマーでも何でもないんで、ただ、適切な苗木を、その名前の苗木を我々に供給してくださるということをしていただいたら、それでも別に何も文句ないです。で、その苗木が、疑惑のあった苗木がちゃんと証明してもらうんであれば、それも別にそれで、はい、わかりましたって。この前、フランダースと、グッドオールのことね、お聞きしましたら、別々の斎場で育ててるし、混ざることはないし、で歯はもしかしたら似てるか分かりませんけども、まあ別種類で認識してますということなん、というね、そういうご回答いただいて、あ、そうですかというふうにして、じゃあそういうふうに認識させていただきますって言って、で、まあ、しとったんですね。
はい。で、そのね、あの様子なんですけどね、こんな感じですよね。でしょ？ところが、その、あなたもちょっと覚えて、まあ、分かって、商品担当だから分かっていただいてると思うんだけども、プレコセダルマティとダルマティは全然別物なんですよ。それが世界標準ってことは、分かって、理解してくださってるのかな？はい、これ別物でございます。はい。あ、それを分かってくれはってはるんだね。あなたも分かってるの？その、苗木さんも、苗木さんが言ってるから、苗木さんはきっと分かってるんだよね。あ、分かっております。ええ、うん。ほんで、あなたも分かってんの？分かって、分かってたのね。はい、はい、はい。でね、すみません。ちょっと説明、そのね、その、それからの話はそうだけども、滝井さんは僕らもほら、大きなとこで、長い歴史がある、ね、大きな、なんか研究所とかそういう施設もあってというところじゃないですか。ね。だから、そういう時には、苗木屋さん、まあ、小さなほら、こういった失礼ですけども、小さなね、ショップとかが流通してるとこだったりだけど、滝井さんのところはやはりかなりそういう研究所とかあって、ちょっと教えてほしいんですけど、そういうことについては、遺伝子レベルとかそういうので、証明書とかそういうのをつけて、ちゃんとこう入荷されるっていう、そういう手立てはされてるんでしょうかね。遺伝子レベルまでというのはやってない、ね。遺伝子レベルまではやっておられないんですね。はい、うん。うん。まあ、それはしてくださいというのでは、そんなことを言ってるわけじゃない、ないんだけども、だ少なくとも、なんかその内野さんとかその流通経路からされるときには、証明書かなんかをお取りになってるんですか？証明書ですか？だから、口約束でこれダルマティですでって言われたってさ、ご存知だと思うけど、世界にはいろんなダルマティが回っていてさ、その中の本物っていうのがぐちゃぐちゃになってるっていうの、まあ一軸はそのダルマティにかかわらずですね、そういうことだと思うんですけども、やはりまあ、その、買う人はね、大切な大きなところだし、信用して買ってるわけだから、本物のダルマティを買いたいじゃないですか。ねえ、だけどそれがそうじゃなかったら、やっぱり残念だなっていう感じになって、がっかりですよね。まあ、難しいですね。滝井さんのような大きなところで、滝井さんは確かね、いろいろね、研究所みたいなそういう部門もあると思うんですよ。かなり。すごくね、大きな会社ですよね。だからしっかりしておられると。ただまあ一つ感じたのは、そういうところでも、苗木屋さんはまあ、全面信用して、供給元なんで大事にされてると思うんですよね。ですけども、品種について、特に一軸みたいなそういうちょっとデリケートでたくさんあって、なんかもう混在して品種が流れてるようなものについてはね、どうなんですかということですけども、証明書とか自転車レベルのようなことをやっぱりやってないと。まあ、それは、苗木さんとね、竹木さんとの、信用問題にも絡んでるんで、ということで、まあ、苗木さんもそんなに、かなり、まあ、しっかりした子もあれば、まあ、こういった失礼ですけどね、こうじゃないかって言って、流してるとこもあると思うんで、そこはまあ、責めてあげたらかわいそうなんかなっていうふうに思うんですよね。ですが、少なくともね、はっきり、大丈夫ですという、そういう確約はね、ちょっと欲しいということですけど、そこまでは、まあ、まだ、正直のところね、十分じゃないみたいですね。竹さんの大きなとこでも。はい。ですけど、まあ、間違ってたら素直に認めて、で、まあ、きちんと情報を整理して、で、お申し出にあった方については、すぐに対応させていただくというふうに、というのはね、神対応かなというには、まあ、それは感じました。まあ、あえてね、そうですね、話を聞いてて、もう一点気づいたのは、電話出てかれる方はね、オペレーターさんであったりとか、それから今回話したのは、商品担当のね、ご担当だったんですよね。で、商品担当のご担当のその、知識レベルもそうですし、それから内野さんとのコンタクトね、その辺については、もう少し親密にしておいてもらった方がいいかと。商品、レベルのその知識もなかなか大変なんで、一軸だけを取り扱ってるわけじゃないからね。それはわかるんですけどね。少なくともこう、ケーススタディやるときには、ちゃんと理解していてくださってて、で、内野さんにもそれをね、ちゃんと還元して話をしてもらって、これから間違いないようにね、してもらうっていうのは、それはちょっと寛容。そこはね、少しちょっと弱いんじゃないかと。
自分の知ってるとこは知ってるけども、内野さんとの話はしてないとか、生産部門とのがやってるからっていうからね、そういうところら辺はもう少しそのケーススタディこういうのがあったから、こういうふうに全処しますとか、こういうふうに、やりましょうとか、そういうね、取り組みはね、ちょっと拡張していただけたら、うん、まあ、事故のね、被弾率は少なくなるんじゃないかというふうに思います。はい。はい。さて、いかがだったでしょうか。今日はこの辺でね、失礼いたします。また多くの皆さんと、このチャンネルでお会いいたしましょう。では、ごきげんよう。さようなら。